今回どういく。まあでも多分最速ムーブは無理だから、アサリが遅いから多分無理なんだよね。アサリが遅いって自分のことだよね。いやいや、それそうですよ、それはそうですよ。いや、そうだよね。そういいよ、ゆっくりやろう、ゆっくり。そこはそれはね、それはね、自分と金さんは結構多分もうピックは変わんないと思うから。はい、うん、うん、そう思います。成瀬さんがなんかちょっとやってみてしっくりきたのでいいと思う。オッケーオッケー、じゃあ一旦最初のマッチアップ。ふぅー、味見だしね。なんすか、何も言ってないのに。何も言ってないのに。今一応ね、あげるあげるあげる、さすがにあげる、さすがにあげる。これ真面目に、いや金さんに言ってほしいんだよね。は？金さんが勝負、マジでジャンマスできない。パッドとパッドとジャンプだけもうキーマウでやるよ。じゃあ、いや怒られるやんそんなことしたら。じゃあ飛ぶタイミングで飛ぶよっつって、飛んでっつって、飛んでって、飛んでって、飛んで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 、飛ぶ、飛びたい飛びたい飛びたい、もう早中入りたい、早中入りたい、もう真相俺。痛い、注射巻いたり、俺注射巻いていく、これ行くよ。オッケー、注射巻いたり行く、了解。注射巻いたり行く、了解。はい、どうやって飛ぶんこれ。あ、これ違ったね。どうやって飛ぶんが出るリーダー困るよねえ。どうやって飛ぶんが出るんかな。もう2回しないよねえ。どうやって飛ぶんが出るの、まずくない。飛ぶ練習しかしなかったからさ。ああ、対面とかね、対面とかね。バッテめっちゃあるよ、いる？とりあえず大丈夫かな、収まりよかったら。金さんも大丈夫？大丈夫。なんかな。なあ、笑っとんねん。ここに二人いる。ホライゾンちょっと微妙だったな。ホライゾン微妙だった？肌に合わない。最後やっぱ敵を騙すっていう。最終円こそ輝くやつはどう？出し抜くっていうのはやっぱ必要だよね。そうだよね。いや、騙したがる。いや。左もうちょっと打てばよかったな。ちょっと右のチーム圧かけてきたのが怖かったんだよな。場所もね、良かったっちゃ良かったけど、詰められた。そうだね。最後きつかったね。てか俺がね、あの当ててないのが悪い多分。あ、じゃあウルカンせいでいいのこれは。これはね、まあ、ウルカンせいではある、かなり。やっぱデバイス変わってあんだけ IGL できるのすごいな。IGL はできるけど弾が当たんねえマジで。なんか脳内で描いてたと違うんだよ、ね、脳内の自分と実際の動きが違うんだよね。現実のあれで左のパーティーフリーで打って、でそれでその後に右のパーティーを抑えて最後、まあ、三つの目と思ってたんだけど、なんかそのステップ1がいかないんだよね。左のパーティーもなんか全然知らねえし、右のパーティーもなんかダメ取り負けるし、なんだこれってなってた。ウルカから聞きたくないよ、弾が当たりませんっていう報告。2倍が一番多い、2倍が一番多いかな。じゃあ2倍、味方が通ったら2倍見つけたらあれか、床に隠しといた方がいいか。なんで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 成瀬さん、うん、ゲーム中吐息をみんな。いや、あのね、俺実は風船なんよ。風船、うん、どういうこと、空気抜ける。うん、だからゲーム前はしっかり空気を入れてんの、うん、で、うん、徐々に、うん、あのゲーム中ってほら紐結べないじゃん、うん、手止めてられないから、両手使うからゆっくり抜けてくのよ。だから今頑張って入れてんの。そういうことね、うん、だから空気抜けてんな。あんま試合長引くとまずいな。あ、そうね、普通に普通に最後しなしななっちゃうやん、うん、しなしななってる。だって俺 LGS もう過去の記憶で出た時もう長すぎて最後死んだことあるからな。2回目の人生楽しすぎマジで。絶命した、うん、死んだ普通に。ちなみに早く気づいて、これカニって書いてるように見えて実は漢字の力字なんよねこれ。俺の名前気づいてない、これ力字なんやけど誰も突っ込まん。マジか、うん、カニじゃなくて力字なんよねこれ。本当だ、力字じゃない。今日力字でやらしてもらってます。カニじゃないんだ、力字、カニじゃない、力字これ。普通によく見たら本当だ。うわ、うん、そうよ、うん、本名公開した、普通にごめん、力字公開した、力字です。力字なんだ、かっこいいな、名前、うん、リッキーって呼んでいいかな。リッキーかキッジーで呼んで、キッジーだから好きな方で呼んでもいいよ。リージーは、リージーも全然ない。なんかあの妖怪に出てきそうだね、登場人物の。ああマジで、マジでそれは分からん。リージー、ええ、でもいや、お前飛ぶんかい。全員突っ込んでる今、視聴者。カナエもえって思ってるよ今。いや、お前が飛ぶんかい。飛べないなと思ったけど、いや、あのどうせバルで飛ぶ
ことになるんだったら練習しておけばいいなと思って。確かに。チーキーさんがやっとる。チーキーマジ強いからな。めっちゃ強いよね。ハットプレイヤーで一番強い。ナルセ忘れてない？ワンチャンでも射撃ならワンチャンいい勝負しそう。射撃ならっていう限定がダサすぎるのよ俺。射撃の打ち合いはめっちゃ強い人だ。うん、いやしかも射撃訓練場だけね、舞台がワールドゼッチになったと終わり。理解度が違う。理解度が違う。こっち側になんか離れていったかな。ぽいね。センサーにも映ってはないな。ゆるかそれ次のエンチまで、エンチまで円まで見る？いや見れない。オッケー。何ニヤニヤしてんだよおい。いや見れない。え、なんか嫌なんですけど、そのニヤニヤ。何なんすか？ニヤニヤしてんじゃないっすよ。行われてる。めっちゃやってる。一人やった。ゆっくりゆっくり、周りいるから、ゆっくり。オッケー。待って。二人やって。もう中行ったら絶対勝てるよ。右からベンパー打ってきてる。一人やった。ラスト。アサル。ナイス。刺された。来た、右。一枚やった。一枚で蹴ってる。競り合ってる。2対2ね。一人やった。ドメ。ドメ入ろう。オッケー。なんかラスト自分。あ、待って、別も来てるこれ。いやごめん。中でもいい。一旦。オッケー。起こせるこれ。起こせないか。あ、真ん中に入ってるもんこれ。待って。強っ。ナルセなんだよね。ねえ、逃げた方がいいかも。いや、俺一人不幸にする。逆に？強い。ふぅー。押しすぎ。さすがに押しすぎ。ちょっと待って、あのパッドがうんぬんとかじゃねえんだけど、なんでそんな腰打ち当たる？グーよ。なんか LGS バリのエイムしてねえ。なんだと思う。グーの力が一番強いのよ俺。リーダー交代です、これ。やばくない今の。これ交代やね普通に。このマッチのウルカの誇れるところ、競り落としたとこ。ナイス。刺された。右。一枚で蹴ってる。競り合ってる。あそこが頂点。以上。ちなみにあの前後何もやってない、ちなみに。一人アーマー終わっただけ。いや、あれに集約されてるよ、多分。なんか、ウルカビビってない？ビビってないんですけど、何ですかね。ビビってない。先ほどからなんか、エイムがとか、もうお前、強い。ビビってない。競り合い。競り合ってる。セリアリね。本番まで擦る。本番まで擦るぞこれ。どうもスクリームでセリやったから。名前変えてこいよ。でもやったから。本番ボコられても同じこと言うわ。いやースクリームでは倒したんだけどな。マジ名前セリアリに変えてこん。ギリバレンくない？普通に一枚やりとかでいいのにセリアリってわざわざ言ったからね。一枚で蹴ってる。セリやってる。でも正直言っていい、俺もう申し訳ないけどそれで前に出れた。正直それが倒れてるのに本当に正直言うとそれ聞いたから蘇生突っ込んだ。実際でかいセリでかいよ。セリ死んだらもうやるしかないってなるもん。あれ立て直させちゃダメだってなるよね。そうたまたまやね普通に。そうやね普通にたまたまやね。うん、もう褒める気も失せたわ。うん、たまたまやねお前それ。火力とかそのラバサイとか結構、ラバサイってどうなってんだろう今。今チー君のチームが独占してるよ多分。ラバサイフォンって2チームぐらい分の物資あるよね。2チームどころか3あるはず。3ぐらいあるよね。もしかして全員地域にボコされるのビビってる？うちのルカが黙ってない。いいよやるけど。いける？うん。いける？血抜きで相打ちまで持っとくわ。一旦ビビっとくわ俺。じゃあ。それはビビってんな。一旦ビビっとく。コーチもビビってる。ちなみにお姉さんはビビってないもん。いないもん。もう多分もう地域のとこにいる。もう多分もう横に行ってる。うん、もう行ってる。俺がラバサイフォンに走ってる今多分。戻りました。あ、やってきた。どうだった地域やってきた？うん。あ、大丈夫らしい。ラバサイフォン開いたぞ。いけるぞこれ。ビャーッときた。ビャーッときた。開いたらしい。そういえば俺のどうだった？一旦ローバ行く。オッケー。今の動き的に、あの室内一旦取ってジャンプだったらより安定感増すならコースティックとかなんかな、ワトとかってはちょっと思った。本来だったらこっからバルジャンプで飛んでファイトでそこを取るんだけど。黙れ！
ハリーポッター始まった黙れ黙れエクスペクトパトローデンディクソはい、最下位です、今週も終わりたいよ終わったんだけど了解じゃん、それ上にアワーマーあるからね、その地下にプラウラーがあって1階、2階かにアワーマーがあるよ。ルガちゃん、はいはいはい、ただありがとう聞いてない。ありがとうございます。大事よそこ。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはいはまずいなさすがに。はいはいはい。お互いに。よくないよくないよくない。リスペクトしようお互い。大変感謝。美味しい嫌味しな。やっぱ女の子だったらフランフランで家具揃えたいって思うんかな。そうね、うちはそう思う。もう近いかよ。近いかよ。うちはそう思う。気持ちが完全に女子の子いるな。でもフランフランの家具とか可愛いよね。なんか匂いついてる棒とかも可愛いわ。フレグランスね。そうそう。で匂いついてる棒ね。匂い棒、匂い棒いいわ。匂い棒やめて、臭そうじゃない？しかもなんなら罰ゲームで嗅がされるやつやん。匂い棒めちゃくちゃいい。でこれ先生。ウルガ先生これどこ行けば？なんか入れてます。いやここで待機でいい。もう一回調べれるから。ここは？ここは？だからもう一回調べれるからここで待機でもいい。ああ、なんならここでも行くね。だからもう一回調べれてからもう一回ここ待機でもいい。いや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 自分がピン刺しましたね自分。いや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 。ここら辺待機ここら辺待機。ここら辺って。ここら辺ここら辺。曖昧な。二人だからいいグレーです。あ、いや、あ、ワットソンのあれあるわ。右が3、多分右3、右3、右3、右ちょっと抑えて左流したいな、これ。はいはいはい。一人割った、一人割った。見てるよ、ルカちゃん。大丈夫、安心して。ちょっと見ないでほしい、できれば。フル参加できるんで。チーム名どうする？ゆ、ふなで。ゆ、ふな。俺ウルカナナルセ？ん？ウルカナルセ？ウルカナルセでね、カナが真ん中に入るんだよね。ウルカナルセに俺仮でしてたんだけど、したらカナエさんがタイトルにいないんですけどって怒られる。いるやん。困惑されるな。困惑されるな。怒ったやつに怒ってくれ。俺やんけって。真ん中におるやろ。もうカナエの栄養素欲しいから、ウルカナルセでもいいよ。うるせえに見える。うるせえって感じだし、いいね。略してうるせえ。いいじゃん、うるせえ。いいね。うるせえ。いいな、ライバル。いいね。めっちゃよくない？じゃあそれで決まったということで、これからちょっとゆふな頼むわ。もう本当に普通に手加減だし、全然スリーオーワンとか作ってもうボコボコにし全然いいから。もう俺あと知らんから。もうゆふなになっちゃうけど、その場合はもう。ああ、俺干されちまう。最後だからセーフよこれ。そうそう、干されることないから。最後だからやってもらってもいい。よかった、最後にみんなと出れてね。それは本当にそう。うん、ありがとうね本当に。じゃあ俺落ちるから。お疲れ様でした。またね。あー、マジ終わってるこのチーム、マジクソチーム、マジ最悪、終わってる。お疲れお疲れ、マジで。いい対応だ。待って、あと濁す、あとしか濁してない。ちょっと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 、トロールじゃないこの人もしかして。違う違う違う。でも裏で悪口言ってたもんな。すげえ悪口言われたんだよな。仲間おらん、もしかして。よかったね、配信乗ってなくて。なんか飛んできてない？なんか飛んできたよ。ウルカ、ウルカ、あ、ウルカさん飛んできたよ。飛んできました。上から何か来ることに敏感になってる。サイトラウマが、トラウマが。てか中継行かなくなったの？中継どうせ開かないもん。もう絶対昔中継撮ってたじゃん。絶対撮ってたけど、ちょっとね、期間が短いシールカップだと、あとちょっと申し訳なくなってくる、だんだん挙動ファイトに。まあそうか、なんか2ヶ月かかるんだったら全然気長にできるんだけど。2ヶ月ちょうどファイト。いや、1ヶ月、本当に1ヶ月ちょうどファイトしてた時あったからな。ミラボヤ出向したの？そうだよ。2ヶ月大会含めて2ヶ月練習の時にファイトして、うん、ようやく取り切ったと思って1週間後にミラボヤが出向してなくなった。いや、腹立ちになった。かわいそう。LGS でも戦ってようやく取ったのに。気分やだからね。どうしました？大会中に変えてくんのダメだよね。いや、やばい、マジで。あれ、よくない。何もなくなった。さらちになった。今にこそさ、中継みたいな感じになってるけどさ。うん。この中継の、そう、1個前、マジ何もなかったんだよね、あそこ。いやー、でもちょっとね、力士が強かった。力士さん、ちょっとね、見てたけど、マジ俺より。パワー、すごいよね。普通に、ちょっと交代かも、リーダー。
俺よりカリコある多分あれ。マジでオーダー中だけ俺今日本当にカリコ出てない。カナエさんとナルセさんが敵倒してる間に俺ここ行ってここ行ってここ行ってあすいませんでした死にましたってやってるだけなんだけど。いやいやいや